こんにちは、にゃんたん工房です。ようやくバルキランダーの本体が完成しました。武装はまだです。本体作るだけでものすごく長かったですね。今現在映ってるような感じに仕上がりました。ここはこんな感じですね。まあ本体完成したのは完成したんですが、まあまだまだ未熟なところがありますね。一つは筋彫りですね。角結局筋彫りしましたが、結構微妙な感じです。遠見からだとそんなに気にはならないんですけどね。でも結構いい感じに塗れてるんじゃないかなと自分では思っています。おお、倒れた。相変わらず撮影ブースの下が柔らかいっていうのを解決していないので、ちょっとバランスが悪いです。まあ宝玉も体の各所にあるGNコンデンサーとか宝玉に関しても結構きつかったですね。これといってもまだ武装の方にも同じようにあるので、まだまだきついんですけど、武装のカードがよくあった。まあでも武装の方もあと剣をにの肉抜き穴を埋めて、まあ、肉抜き穴埋める部分も結構少ないんで、なんとかバルキランダーの強化パーツが発売されるまでには完成しそうな勢いではあります。ちょっとこんな感じですね。自画自賛になりますが、いい感じにできたんじゃないかなと思っています。 SD ガンダムだから楽に仕上がるわと最初思ったら、全然ですね。やっぱり 肉抜きに穴は多いし、塗り分けも細かいしって結構苦労しました。本体作るだけで。それではここから、あ、ちなみにこれ筆塗りで全塗装しました。でここからですね、色の紹介をしていきましょう。何を使ったか、まず下地はこれですね。まあ見えないんですけど、シャデルカラーの純正のプライマー入りのケイオスブラックですね。検証動画でも出しましたね。これが合体というか武装と合体、まあドラゴンフュージョンかあれとかで合体するんで、ちょっと塗装剥げが怖かったので、今回ちょっと純正のサーフェイサーであるケイオスブラックを使用しました。あと各種の色、白、
黒、正式な名称はもう言いませんけど、レッドでゴールド、ここまでがベース色で、あとシェードのナルンオイル、この5色と、あとこれですね、ガンダムマーカーのメタリックセットに入っているグリーンです。思った以上にちょっと青みのかかったグリーンになりましたけど、まあいいんじゃないかと思っています。で、一部ちょっと自分の好みで色を変えているところがあるのでご紹介します。まあ見てバルキアンダ持っている方なら見てわかると思うんですが、一つ目がこの部分ですね、頬当ての先っちょの部分、ここ本来ヘルメットと同じ赤色なんですが、好みでゴールドで塗りました。で、もう一つが手のこれですね、手本来なら真っ白なんですけど、甲だけ白で塗って、手の部分は黒色で、黒、まあケイオスブラックですけど、それを塗っています。でですね、拳のこの裏の部分、見ての通りちゃんと肉抜き穴埋めます、これの作業風景写しても良かったんですけど、まあ今回はなしにしました。ざっくり説明しますと、あの穴にあったこれですね、これちなみに3ミリプラボをちょっと、あ、こっちか、3ミリプラボを、あの角棒をあの穴に、手の穴に合うようにちょっと削って細くしたものです。これに白色ワソリンをたっぷり塗って、で拳に刺して、でそこからこれですね、木工パテ、これを使って埋めて硬化してから、これをスパッと抜いて、あと埋めたところを成形しました。まあ SD のガンダム他にもあるんで、次の時は作業風景撮ろうかなと思っています。あとは武装の部分だけですね、ドラゴンフュージョン用の武装ですね、あれを作らないといけませんね。これはなかなか本体だけでも苦労しましたが、正直塗り分けに関してはこの本体がめんどくさかっただけなので、ドラゴンフュージョン用の部分はおそらくそこまで時間かからない、これほどではないとは思います。こいつは、まあ、ガンドラン、このバルキランダー自体が気に入ったからっていうのもあるんですけれど、時間がかかりましたね。本来はね、クリアパーツこれに変えるのに、ピントが合ってない、ピントが全然合ってない、
これですね、 HR のこのグリーンに挑戦しようかなと思ったんですが、なんか失敗しそうな気がしたんで、今回はもう塗るだけにしました。まあ塗ったので結構縁がガタガタですけど、まあこれも練習ということで、今回はそれでやってみました。本当時間かかった。肉抜き穴とかのあれを上げてどんくらい時間かかったんでしょうね、これ。でも今の段階でも十分満足した出来となっております。というわけで今回の動画はバルキランダーの本体が完成しましたという動画でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。ニャンタロ工房でした。